JR 東日本によりますと、変電所のトラブルで4時間以上にわたって運転を見合わせていた JR 山手線は、午後9時38分に運転を再開しました。埼京線などの他の路線は間もなく再開するということです。JR 東日本によりますと、渋谷駅近くにある変電所が故障し、電車に電気が送れなくなったということです。 駅間で止まった山手線など6本の電車から乗客を降ろす対応が取られました。